杉山山風強報17年6月13日は、江戸時代前期から、中期の俳人。昭文十明の一人。通称は一米、または東西門。名は、元宮美。別号は、祭壇、ターン、他社、美の沖な、美の杖、五運亭、有公安。隠居して一元。昭法四年、江戸日本橋小田原町の魚問屋。 杉山健久氏の長男として生まれる。家業は幕府御用を務めた不詳で、野号は小屋と言った。三風の祖父、藤道優は、摂津国今津の人。その次男である父、健久氏の代に、江戸へ出て、漁将として成功。父、健久氏も、旋風という配合を有し、徘徊をたしなむ人物であった。三風は、はじめ男林派の徘徊を学び、 遠方3年、漢の国公正が編んだ、徘徊へ合わせに、幕は、梨葉織白鳥バー桜の句が日衆している。また、遠方6年の岡村風羅内編、江戸広広寺、遠方7年の池西ゴン水編、江戸蛇の寿司にも日衆が確認できる。漢文12年の松尾芭蕉投日の際、芭蕉は、三風の家でわらじを脱いだとされ、以後は芭蕉に学んだ。遠方8年の、 当西門邸独銀二十河川では、誰かは、松葉へは来たりて、格好ほどトギスをホックとする独銀河川で関東を得ている。同年9月には、自らの国場所の藩士及び罰を得て、時は役後を観光している。最大折跡消門における最古三角であり、場所の講演者として所有する深川六軒堀りのけすの番屋を提供するなどの、 経済的援助を行った。後の奥の細道の旅において、芭蕉が旅立ったサンプルが別所についても、サンプルが所有していた祭壇案のことであると考えられている。天羅の大火による深川芭蕉案消失に伴って、芭蕉が書いた二村ハンガローの高山大鹿ぐろの元へ身を寄せていた天羅三連には、昭風発展の専具として、重要な宝居企画による、 巨栗の返産に助力した。特実な性格で馬将の信頼を得、馬将からは、巨来は西三十三国の徘徊奉行、三風は東三十三国の徘徊奉行と、擬表されたとの逸話が残る。宝井企画や服ット乱説が、昭風の変化に従うことができなかったのと異なり、軽みをはじめとする死風に忠実に従った。元禄七年、馬将のホッアジサイヤヤブを、 小庭の別座法関東に、江戸昭文の句を編んだ子、三の別座式編集に協力。別座式は、三風裏深川練習による、軽みの実践であったが、服部乱説が別座式を批判したことから、乱説の一派と三風裏深川練習の間に圧力を生じた。その頃、上方にあった場所は、三風からこのことを知らされ、三風への手紙で、 別座敷の髪型での評判を伝えた上、その元総称ともとや角と何時こよしを取り合え、非正魔熟こなどと、乱説らに構わないよう伝えていた。しかし、両者の角質は、同年の場所の死によっても解けることはなく、同じ日に、乱説は、高の百里ら事故の門下と、三風は、天の桃となり、河合い空、白や原と、別々に、 場所追悼会を行うという状態であった。場所の追悼としては、三風はこのほか深川町刑事に、場所自筆の世に降るもさらに葬儀の宿りなりの短冊を埋めた場所塚を築き、元禄十四年の場所の七回忌にあたっては、場所追慕の州として、ことの葉を細かに忍え冬カツの軸に名を取った冬カツを観光している。場所没後の江戸消門においては、 宝井企画の一派、服部ト乱説の一派とは別に、正門の頃として、第三の勢力を保った。宝永二年の大水による木曽の谷観光にも協力したとみられる。家業は、長女の亀に迎えた向こう用紙に譲り、隠居後はなお一元と改め、晩年は美、美之添、美野沖な,などとこうした。教法十七年、江戸下没。八十六歳。法号は、 尺一年古寺。墓は、築地本願寺内の聖マサル寺にあったが、関東大震災後の寺の移転により、現在は、世田谷区、宮坂の聖マサル寺境内にある。移転後の墓には、薄田郎が寄号した墓碑鳴がある。変著に、前期のほか、元禄二年間の隅田川寄港、寄候、元禄十一年間のさらしな気候など、門下として中川総運がある。 これを継いだ、広岡総唯は、天命四年、杉屋配足を編み、さらにその門下の平山梅人は、天命五年、三風九州を編んだ。三風が描いた、芭蕉像徘徊以外においては、遠州流の茶道を足しなんだほか、大龍寺の和尚に前を、加の正雲に絵を学んだ。三風が描いた、芭蕉像は、写実的で、芭蕉の風貌をよく伝えるものとして高く、信頼されている。 蝶門十明53ページには、水杖、水洋、江戸名所杖第4冊巻の七洋三行き部1753ページには、水洋水杖水を薄いじゃ、う、場所を辞典320ページには、美の沖縄、水杖とある。はじめ、美の沖縄と言ったが、大病の後衰えた三風を見た場所が、美のを、水にしたら良いと戯れに言い、晩年の三風において、 すよを別号にしたものという。三風引き抜き書きには、三風本国、三河とあるが、これは三風の娘婿との混同による。馬所の江戸出府当初の記偶先については、三風とする説の他に、小沢占い雑誌とする説や、蕎麦屋三衛門の地裁草門ンとする説もある。深川馬所案は時代により三つある。三風が提供した伊テスの番屋であった第一次。 場所案は、天那の大火で消失。天那三年、山口祖道らの働きで、第二次場所案が建てられるが、玄禄二年、奥の細道の旅に先立って、人に上と玄禄五年、三風、唐立風羅によって、第三次場所案が建てられた。場所案のあった深川周辺には、三風の祭壇案や、河合空、総並らが集う山口祖道の湯があり、 生還を楽しむ消門の一群があった。ありがとうございます。